また県教育委員会はきょう感染が確認された大和郡山市の男子生徒が県立高校に通う生徒であると発表しましたこの男子生徒は県立高校に通う生徒で今月21日に発熱があり22日に医療機関を受診きのう陽性が判明しました男子生徒は運動部に所属していてい 発症した日とその前日は部活動に参加していたということですこれを受け学校は今日明日を臨時休校とし部活動の部員やクラスメイト教職員などから濃厚接触者を特定した上で PCR 検査を実施する予定ですまた31日は終業式が予定されていますが PCR 検査の結果などを踏まえ今後の対応を判断するということです